こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ボサノバが結構単調になってしまうっていう人のまあよくいるんですけど、例えばまあシンコペーションブック、僕の場合はこのベーシックってやつなんですが、まあこれは左手で叩いたとしてね、まあちょっとこのリムの音があんま出ないんでこっちで叩きますね。例えばね、ワン、ツー、スリー、フォー、ダン、ダン、ダン、まあこんな感じで叩いてると、まあ結局ずっと同じ感じになってしまうわけです。まあハイハットにしたりというふうにしたとしても、まあ結局なんとなくこう硬い感じがするというか、8ビートの感覚からちょっと外れれない人っていうのはすごくいっぱいいると思うんですね。で、僕のおすすめはですね、これをシンコペーションブックをですね、このこれをね、でこのライドでこれを叩くんですよ。で、タンタンタタンタタタタン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 タタタンタタですね。こういう形で叩きます。で、シンコペーションっていうのはここが跳躍してここに飛ぶってことね。この音がなくても、タンタンタタタンタンタタタン。これでも成立するでしょ。タンタンタタタタンタン。ってことはシンコペーションしてるってことは、この音がここに到着するぐらいの音量がいるってことね。だからこの3つの音とはちょっと強さが違うってことね。で、タタタはタタタタタンタね。だからここの音よりもここの方がちょっと大きく。で、ここタタンタ、この音はこのまま次の強拍のここに飛ばなきゃいけないので、タタタタタンタタンタタンタっていう風にここのジャンプね、この音はここを飛び越えなきゃいけない。で、まあ、この音に手ついてる感じがするけど、イメージ的にはここを飛び越えてる感じね。タンタンタタンタタタタタタンタタ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 タ。右手をこれでやる。で、長い音符、8分音符は短い音符って考えて、それよりも長い音符。で、これ8分音符だけど、これ飛び越えなきゃいけないから、これも補強します。そうすると、タンタンタタンタ。という風になります。これをマスドラで、っていう風にすると、まあこういうのをシンコペーションブックでどんどんやっていくと、こう。というふうにやっていただければかなりうまくいくと思います。で、これ、バストラはこのボン、チとドンじゃなくても、ま、前やったんで。左手がなくても成立するんで、左手は補強だと思ってもらえばいいですね。で、これ、テンポ速いと両手ユニゾンでやるんですよ。っていう風にやるんですけど、その時もっていう風にこう強さをちゃんとこううまくつながっていくように、音楽っていうのはその音を発したらその音は必ずどっかに向かうんで、ちゃんと飛ぶ時に、どれぐらい飛ぶのかっていうのをちょっと頭の中で浮かべて歌わないと、飛び箱飛ぶのにジャンプしてから飛び箱探すじゃダメなんですよ。だからジャンプする時にあの辺に手をつきたいっていうぐらいに跳躍しなきゃいけないね。だからっていう風にやるとうまくいくと思います。だから速いテンポだと右手キープでもいいけどっていう風にやると、で、これタタンタとかを3連によりにするとよりこうなんかボサノバサンバ現地っぽい感じ、まあ、現地の人からすると違うんでしょうけど、まあそういう感じに聞こえるかなと思います。なのでこの辺、この音を読み替えてこのライドでやってみる。そうするとライドでいっぱいね音を抜くじゃないですか。なのでみんな結構ボサノバやってると右手がこの呪縛から離れれない。これをジャンプしちゃえばいいんだ。見てこんな感じでふわふわさせた方がなんかよりこう自由に歌えてる感じになると思います。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。
私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。